おはようございます。食農学類の学類長の正源司と申します。今日はですね、3連休の初日、またですね、安定しない天候の下ですね、足をお運びいただいた皆さんをですね、心から歓迎いたしたいと思います。食農学類ですけれども、スタートしてですね、3年と3ヶ月少しが経ったところであります。で、1期生、今の4年生ですけれども、来年の3月には卒業すると、こういうことであります。ただですね、まだ私ども、この食農学類はですね、建設途上だというふうに考えております。日々我々なりに頑張っているつもりであります。で、ですね、1学年の定員が100人、それから専任の教員が38名ということであります。で、これはですね、国立の農学系の学部としては、一番小さい部類に入ります。で、あればなおのことですね、私どもはですね、特色のある農学教育をですね、この神奈川キャンパス等を中心にですね、展開したいというふうに考えております。中身につきましてはですね、例えば1年生の最初の学期から農場の実習、農場といってもですね、森林とかですね、場合によると家畜にも触れるような機会、これを設けるとかですね、いろいろございます。後ほどそういったことのご説明も申し上げればいいかなと思っております。それでですね、学生さんはですね、入って1年半経ったところで4つの専門のコースに分かれます。さらに、ね、2年半経った、つまり3年生の後期、ここではですね、研究室に所属すると。で、現在4年目の学生さんはですね、そろそろ卒業論文に向かってですね、卒業研究を本格化するような、こういう状況であります。でですね、こういったことをですね、言葉である程度お伝えすると同時にですね、今日は、実際に実験をしたりですね、学生同士が議論をしたりする、その場をですね、に皆さんお連れしてですね、見学していただいたらどうかと、こう考えております。2年ちょっと前に完成した食農学類棟という建物がございまして、そこにご案内するつもりであります。ただですね、本当に短い時間です。短い時間ではありますけれどもですね、今日ご参加の皆さんにとってですね、この機会がですね、実りの多いものになることをですね、祈念祈りたいというふうに考えております。またそれがですね、我々教職員、それから在学生にとってもですね、今日は学生も何人も来ておりますけれども、意義深いものになることをお祈りたいというふうに思っております。以上をもちまして、最初のご挨拶に返させていただきます。ようこそ食農学類オープンキャンパスへ。はい、続きまして、食農学類の概要について説明したいと思います。私は食農学類で農業経営のコース長と、また全学農で副学長を補佐しております小山と申します。よろしくお願いいたします。皆さんお手元にパンフレット等あると思いますが、ちょっとそちらも紹介しながら説明しようと思います。で、この説明の中でですね、出てくる内容について、やっぱこの農学、食と農の、研究や教育っていうのは、なかなか写真だけじゃわからない部分ありますので、この後の、コース紹介等のところ充実したものを用意しておりますので、そちらつなげるようにちょっと説明したいと思います。で、今、学理長からも話ありましたが、こちらですね、セメスターっていうのは、1年間を前期と後期に分けます。なので、1セメっていうのが前期、2セメっていうのが1年の後期だと思ってください。なので、4年間で8つのセメスターに分かれるわけですけど、食農学類の特徴は、この下に2つありますけど、入ってですね、食品科学とかいろんなコースに行く前に、全員必修でこの農場実習をやります。で、農場実習っていうのは、この周辺に田んぼから10園地まで用意してあるわけですけど、農場実習やるとともに、そこで取れた作物の、例えばですけど、味の違いだとかを実際に、食味試験をやったり、その中身の分析するための実験の基礎をやったりという形で、ただ作物を育てるだけではなくて、どういうふうに科学的にですね、分析したり、付加価値をつけたりするのかっていう、一連の作物から食品になるまで一連の流れを、
農場実習であります。なのでその中には森林もありますし、環境の問題もありますし、それから、まあ、廃棄物もそうですし、家畜畜産も中には入っております。でそれを踏まえて、まあ、コース専門に行くわけですけど、同時にちょっと後ほど説明しますが、この実践演習というのも用意しているのが、我々食農学類の特徴です。でこの福島大学食農学類っていうのは、実は国立大学で48年ぶり、今から3年ちょっと前ですね、48年ぶりにできた農学系の学部です。逆に言うと48年間日本では農学系の、学部っていうのは新設されてこなかったわけですけど、これなぜできたかって、やっぱりこれ震災原発事故ありました。で今11年経ちまして、新しくですね、例えばあの浜通りの地域に国際研究教育拠点というのができます。まあ、そこにも我々今の関わりを持っております。それからイノベーションコーストって言うと、これ実は水素ステーションだとかロボットテストフィールド、あんま農業に関係なく思われるかもしれませんけど、じゃあ食農学類は2つのプログラムが採択されておりまして、じゃあやっぱこのロボットとか AI とかですね、IT とかっていうのはすごくこれからの農業や食料に関わり持っています。で実際に我々は現場で、まあ、新しい、農業や新しい食のあり方っていうのを、まあ、産業とともに、開発している、ところです。でこの我々の、あの食農学類の特徴っていうのは、まあ、4つのコースに分かれている。先ほど言いましたように、入学してすぐ、まあ、農場実習これ全員やるんですね。で僕は農業っていうのはすごく広い分野でして、実際に作物を作ってみたいっていう方もいますし、農村のコミュニティに関心あるって方もいます。途上国の農業の開発に関心ある、水の問題に関心あるってことの方もいれば、新しい食品、例えばですけどコンビニエンスストアで機能性食品とか売ってますよね。そういうのを新しいものを開発してみたい、マーケティングやってみたい、いろんな関心の分野があるわけですけど、それをまず最初に全部、素材からですね、商品まで一連の流れ、どうやっていわゆるフードシステム言われているものを実際に経験しながら学んで、でその上で、まあ、3年生からですね、あすいません2年生からの後半からコースに分かれるわけですけど、そのコースがこういう形になってます。まあ、これパンフレットやホームページ等にも載っていますが、この4つのコース、簡単に言うとこういうことなんです。この生産環境学コースっていうのが、まあ、これ土作りとかですね、土壌微生物、あるいは肥料とか、それから農業機械、それから農業土木、そしてその森林だとかですね、そういう実際に農産物を作るための基礎的な地域の資源に関わる部分をこの生産環境学コースで学びます。でここでは、まあ、昨今 SDGs って言われてますけど、持続可能な環境に負荷をかけない、農業の在り方、ものづくりの仕方っていうことを前提とした、まあ、そのため生産環境ってことなんですけど、あります。じゃあその土でどういう作物を作ると持続可能なのか、実際にその地域に、その産地にとって効率的で、あるいは競争に勝てるような作れるかっていうのがこの農業生産構成です。これ全部バラバラではなくて、全て関連するように設計されているのが我々の特徴です。農業生産コースは、まあ、福島だと桃、今ちょうど出てますけど、こう果樹もあります。園芸、畜産、それから、まあ、稲作ですね。まあ、作物別のもありますし、その中の手法としても、育種だとか、まあ、ゲノムの分析もあります。まあ、遺伝子ですね。で、いわゆるそのバイオ、テクノロジーとか、まあ、あるいはそのアグリテックに関わるような部分も含めて、これは我々ですね、48年ぶりに新設して、まあ、38人の研究者いるんですけど、そのうちの大部分は、もうそれこそ全国、北海道から、名古屋大もそうですけど、京都大だとか東京大学、まあ、正月先生名古屋大から来ていただきましたけど、いろんなところから、まあ、最先端の研究者を集めた。これなかなかないんですね。普通は新設するときには、まあ移動で作るので、なかなか専門外の方が入ったりするわけですけど、まあはっきり言うと震災前から入れるのは私一人なんです。今の食農学類。あと残りの37名は全員
全国の、まあ、世界ですね、海外からもいらっしゃってるんで、研究者を集めたということです。じゃあそこで作った作物に食品化学をつけてるのも我々の特徴です。どう付加価値をつけたらその作物は適切に売れるのか、持続可能な販売ができるのか、安全に食べてもらえるのか、健康になるために、例えばそれ機能だけではなくてですね、パッケージの仕方とか流通の仕方も含めて、なので食品科学には食品保存や加工の先生もいますし、発酵醸造の先生もいます。一番メインはやっぱりその分析科学ですね。どうやって機能や成分を分析するか。でこの後食農学離島の見学の際に、見ていただけるかもしれませんが、まあ、マルディという質量分析機、これは日本の農学系の学部では我々福島大学しかありません、まあ、1億8000万円する、実際に、物の中身を可視化して、成分を見れる機械です。でさあこの農業経営コースというのは、じゃあ実際にできた、農産物あるいは加工食品と商品をどうやってマーケットで販売していくのか、マーケティングや農産物流通、じゃあ実際それ作る農家とかですね、農業生産法人が持続可能な再生産可能な経営をするためには農業経営、じゃあそれ農業政策全体として日本のですね、今ウクライナ戦争だとかこの価格高騰も含めて日本の農業どうしたらいいのか、食料政策どうしたらいいのか、そう岐路に立ってるわけですけど、じゃあその施策をどうやってやったらいいのか、国としてあるいは福島県として東北として、あるいは郡山市だとか福島市、自治体レベルで自治体の農業政策というのもこれからすごく重要です、まあ、そういうことを考えるのがこの農業経営コースになります。はい、あ、今説明でそれを含めてですね、まあ、我々このフードシステムっていうことを前提にカリキュラムや学生の教育、将来の就職やあるいはその研究者になる方もいると、思っています、まあ、その流れを作っているということです。で先ほど農場って言いましたけど、あんまり動くとあれなんですね、福島大学今、ここですね、赤い線があるところが、まあ、我々入り口で入りまして、まあ、大学のちょうどその、今ここ L 棟なので、この福島大学この辺にいるわけですけど、農場はですねこちらが駅と逆側の入り口のところに田んぼがあります。ここでまあ農場実習するのともに田んぼを使ったですね実験もしています。例えば有機農業と観光農法、あるいは持ち米だとか、それから今だったら酒米の中でも古代米と言われて、まあ、大体、1050年ぐらいに福島県で実際に作っていた米の品種を使って当時の作り方でやると成分どう違うのかっていう、まあ、そういう実験なんかもやったわけです。で今 この後言っていただきますけど、食農学離島が実はこの上の方にありまして、さらにその上にちょっと山の上にあるんですけど田んぼと畑、それからこの寮の近くにこのハウスだとか、まあ、一応この学内で歩いていける、これ結構重要でして、他の、まあ、他の大学と比較するのはまあ良くないかもしれないですけど、通常農場って遠いんですね。なのであまり行かないんですよ、農学院に入ってもバスや等で行かないといけないんで、我々やっぱり実習以外でも自分たちで歩いていって日々の生育状況だとかを見れるような位置に作るっていうことを、まあ、一つポイントにしているということです。これちょっと地図が薄くなってますけど、それをまあ1年か2年にかけてですね、必修で全員やります、共通のこと。その上で自分は食品やってみたいとか、自分は栽培やってみたいとか、自分はマーケティングやってみたいということで2年の後期からコースに分かれるわけですけど、そうすると各コースで今度専門的なことをやります。例えば食品科学だったらいわゆる実験をしてですね、まあいわゆるラボワークです。そのどうやったらその成分抽出するのかとか、それをじゃあどうやったら可視化できるのか、ヒストグラムとかでグラフをどうやって読んでいくのか、統計的にそれをどうやって分析するのかやるわけですけど、そうするとですね専門分野だけは詳しくなるんですけど、この食や脳とか全体のことがだんだん分からなくなってくるっていうことを、
実はこの我々福島大学食農学類設置するときに、まあ日本というかこの農学教育の課題だということを、まあいろんなところで日本学術会議だとかですね、あるいはその農業系の大学等でも課題になってたんですね。専門はわかるんだけど、例えば米のゲノムのことはわかるんだけど、稲作についてはわからない。これだとやっぱり農学士、農学修士、農学博士としては困るということを言われてまして、そこでこの実際の現場に行くっていうのを、まあ、2年の後期からやります。これ実践教育といって、今7つのフィールドとでプラス2つちょっと遠隔地です。金山南会津、まあ南会津は一旦終わりになりましたけど、まあ、合計9つのフィールドを使っておりました。でここは何やってるかっていうと、先ほどの4つのコースの研究者と学生が全員参加します。それぞれのコースに。でお互いの専門分野の知識、技術、専門性を使いながら、例えば西郷村なんかだと、この西郷村に直売所があるんですけど、まあ、道の駅が、そこで新しい商品開発したいって、まあ、地域からの要望があったわけですね。でそのためにじゃあどんな作物がいいのか、これ生産どうやったらそれに付加価値で、つけられるのか、まあ、成分分析する食品科学で、どんなパッケージだとターゲットに刺さるのか、マーケティングどうする、これ農業系、この土、西郷の土と福島郡山の土ではどんな違いがあるのか、それ収量にどういう影響するのか、まあ、生産環境も含めて、それぞれの研究者とそれぞれの学生が、その地域に合った作物や商品開発、あるいは地域づくりとか村づくり、まあ、飯舘とかだとそういう側面もあるわけですけど、まあ、それをやれるような、立て付けになって、要するに専門だけに特化する、これ重要なんです、専門性は重要なんですけど、実際に社会に出た時に研究者になるならいいですよ。実際に現場で、まあ、特にこれ行政から言われたんですね。まあ、例えば農水省や県庁とかでもやっぱり専門性を持った上で全体のこともちゃんと理解できる、何が例えば土との関係で理解できなかったら何が原因かわからないわけですよね。これ放射能の問題だったわけです。なぜ基準値超えるのかって考えたときに、土にも問題ある、水にも問題ある、大気にも問題あるというときに、玄米しかわからないじゃ困るわけですよね。やっぱそこを我々はクリアするために、まあこういう仕組みを作ったということです。で実際に例えばこの猪苗市のフィールドだと、これ熊谷先生、実はこれ亀田製菓さん主任研究員だった方に3年前我々福島大学に来ていただきました。これ福島も新潟も同じで米いっぱいあるんですけど価格落ちてるんですね。で余ってきてるわけです。新潟はところが亀田製菓とかものすごいいわゆる大規模な、まあ、6次化っていうには規模大きいわけですけど、米菓とかの加工メーカー、日本酒も含めてです、ね、いっぱいあるわけです。福島どうですか。日本酒は8年連続金賞日本一位ですけど、他の加工っていうとあんまりないんですよね。買ってきてるわけですよね、お感じから。まあそれを、例えば福島大学から新しい産業をやっぱり創造していきたいということで来ていただきました。で、猪苗代で今の蕎麦を使った加工品だとかを実際に学生たちと一緒に商品開発しております。でこれはまあ郡山のフィール、郡山なんかかなり広いところなんですけど、まあ一つはワインですね。新しく震災後に始めた成分の分析も含めて、実際にこれ研究者が委託でやるだけだったらまあできるんですけど、次の世代をやっぱり育てていって、実際にプロジェクトにも学生の時から参加してどうやってものを作っているのか、何が課題なのか、本当にこれコストパフォーマンス合うのかどうか、やっぱその感覚を、実際にやって身につけていただきたいということで、ここはかなり動いているフィールドになります。はい。で今言ったような話をですね、まあ、ちょっと足りない部分もあるんですけど、福島大学の食農学類のホームページぜひ見てみてください。研究内容だとか紹介、まあ、これ私まあ、これ金子先生という一昨年ですかね、ネイチャーにミミズの研究で、世界的にも有名な方です。土壌微生物ですね、テレビ番組等で紹介されたものをホームページ等でも紹介しております。で
もう一つの特徴は、これ食農学類はものすごく学生の活動活発です。これまだ今1期生が4年生になったばかりなんですけど、農林サークルってこれ我々誰もアドバイスしてないんですよ。勝手に作っちゃって、今もう会員が200人ぐらいの、会員ですね、学生が。で、実際にこの農林サークルってかなりテレビや新聞等でも取り上げられてますけど、本当福島中の農家に最初は園農から始めたんですが、実際に一緒にシャインマスカット作ったりとか、ただ手伝うだけじゃなくてやってます。で、先日、ちょうど昨日僕、私、伊達の方に行ってたんですけど、伊達の谷中で、敵カモモの一番大きいやつですね。最後の敵カモモ。これは、実はなんかベトナムではあれ食べるそうなんですよ。野菜として。パパイヤのサラダみたいな形ですね。で、それを、うちベトナム留学生もいるんですけど、会社を作って輸出できないか。実際に始めて、農家の人と始めて。これもう大学としては全然やってないんです。もう学生たちが農場実習やコースの中の専門、実践演習で学んだことを生かして自分たちでもう始めています。で、そこには我々も一生懸命サポートしています。先日も福島のフルーツラインで、いっぱい出てしまうカブトムシ、これ果樹農家にとっては害虫なわけですけど、これを奈良省の子どもたちに配りたいというのをちょうどニュースでもちょっとやってたかもしれませんけど、その企画も学生からの企画です。で、もう一回今度食のカフェサークルっていうのも、これ実際に、加工して6時化、商品を作ったものをテストマーケティングで、まあ、カフェをやりながらいろんなところで皆さん食べていただきたいと。で、場合によってはこれを、まあ、コロナで困っているような、ところにですね、寄付という形で持ってったりとか、まあ、そういうこともこう学生主体でやっております。これもSNS 等でもかなり発信されているということです。で、小高地区でのやる野菜のカレー食堂とか、この学生が実際主体的にやった取り組みを、まあ、ホームページ、SNS でも発信しているので、機会があればご覧になっていただけるといいと思う。で、学生たちから今日皆さん、高校生の皆さん来るということだったんで、まあ、いくつかコメントを、まあ、水戸第一高、瀬田農林とか、の方、出してますけど、自ら学べるっていうのがポイントですと、まあ、言ってます。で、特にこの農業高校から来た場合に、高校で履修しなかった科目等があるの大変なんだけど、それも、食農学類1学年100人なんですね。まあ、100ちょっとぐらいなんですけど、かなり一緒に勉強しながら、やれますよと。友達に聞いてっていうところができたり、まあ、あと先生方も、まあ、歩行も含めてですね、まあ、人数も国立大学ですから、1人の教員がだいたい3名ぐらいの学生を面倒見れる、まあ、充実した体制になっていますので、まあ、サポートをしているということです。なので我々全学生の名前分かります。顔と名前。なかなかこれ私立大とかでは難しいと思うんですけど、ということです。で、この後ですね、食農学離島で実際にそのコースの紹介とか実験とかですね、先ほど言った実践教育、本日は飯舘村の実践教育ってどんなことやってるか学生たち準備してますんで、ありますけど、入試に関して知りたい場合、例えばうちだとですね、いわゆる総合系選抜、昔の栄養入試なんですけど、地域社会貢献枠、実践教育枠、2つあります。地域社会貢献枠っていうのは、高校時代までに地域の活動、地域づくりだとか、まあボランティアも含めてですね、どんな活動をしていたかっていうことで自己推薦してもらうものですし、実践教育枠っていうのは、まあ主に例えば農業高校であれば、ここ実践的な、活動をどんなことをやってきたかっていうことを自己推薦していただいて入るような入試になります。で、ここに関しては、図書館で個別相談やってます。これはずっとやってますので、例えば、食農学離島で、各プログラムの見学、施設見学していただいた後にでもいいし、先でもいいですし、個別相談に行っていただければ、我々の入試担当が、待ってますので、個別に質問していただければいいと思います。ちょっといくつかこういう自己推薦用紙ってどうやって書くんですかとかっていうのもあると思うんですけど、こういう形です。で、また
取得可能な資格等いくつかあります。まあ、教員も免許だとか、フードスペシャリストとか、これもホームページと、あと皆さんお配りしたパンフレットだとですね、62ページ以降に載ってますので、後ほど参考していただければいいと思います。で、最後に、今1期生がちょうど就職活動、しております。で、民間に関しては、まあ、ほぼ、内定もらっているような状況で、公務員に関しても、まあ、例えば県なんかだと、まだ決定してませんけど、筆記試験と面接が終わったところです。で、僕はまあ、正直言いますけど、福島大学19年目なんですが、他の学類、経済系学類にも、この前いました。で、職能学類1期生、まあ、心配してました。このコロナ禍でね、どんな就職になるか。民間に関しては、かなり就職がいいです。全国的な、仕事。これもう、全部の集計終わってないんですけど、まあ、私は例えばゼミ生4人いるんですけど、まあ、1人日本ハムに入りまして、まあ、2人は、銀行、まあ、東銀行ですもん、名前言っちゃうと。で、もう1人は、まあ、IT 関係の、企業に行きました。ちょっと、公務員ではうちはなかったんですけど、銀行さんも、やっぱアグリ向けの融資、これから進めていきたいって、積極的に採用してくれてるようなところです。で、あんま細かく言うと個別情報になっちゃいますけど、例えば、公務員試験で言うと、県の試験なんかは全員、筆記は合格してます。で、面接も行って、まだ結果は出てませんけど、かなり、1期生に関しては優秀な状況だなと思ってます。この後、ホームページ等で結果確定したものは公開されますので、参考していただければと思っております。はい。じゃあ、ちょうどこれで時間になりましたので、この後実際の現場見れますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。